皆さんこんにちはレック専任講師の佐々木博美です一時間でわかる民法シリーズ私が担当するのは時効の分野になります でまずですねあの、レジュメの方も移しながら進めてまいりますけれども、えー、時効という制度あの、過去に民法学習経験のある方、まああのいや、いやいや、全く初めてだよという方いらっしゃると思いますが、えー、一応、ですねこちらの講義の方は、えー、初めての方、もしくはあの結構前に民法やったけれどもという方に向けてお話をする内容になりますから、まあ、所詮1時間なんで、えー、時効全部がっつりもうね、試験範囲、全部しゃべれますよという範囲あの状況でもないんですけれども、 まあざっくり時効の入り口ですね、えー、見ていくことにいたしましょう。 でまず時効という言葉聞かれたことあると思うんですけれども例えばよくニュースなんかで目にするのが、えー、例えば殺人罪の時効がとか、えー、なんとか罪の時効がとかあっていうね話あると思うんですけれどもで、えーあのね、よくある事件刑事事件に関する時効に関してはあ、えー、あちらははれとは別の話なんですね民法の時効というのは、まああのね、一定期間によって権利を取得したりそして義務を失ったりしますよというものになります。でちょっと画面の方で え見てまいりましょう。 でまずこの時効というものには、えー、1番と2番、えー、取得時効というものとそして消滅時効というこの2つがあるんですけれどもまず取得時効に関して言うと例えば具体例ですね。であのこの平行四辺形の図が出てきたならばこれは土地のことだと思ってください。えー、元々 X さんが所有する土地、えー、X 所有の土地なんだけれどもただ Y さんが X から借りたわけでもなく例えば Y さんがもうちょうどいいここに土地が。 たとえー、勝手にどっかり資材を置いてそのままずっと使ってるだとかね、えー、もしくは、えー、知らずにこの土地、えー、自分の土地だと思い込んでそこに建物を建てたとかいう状況で X 所有の土地を Y が長年占有この占有という言葉なんですが所持とか支配とおまあ使ってるでいいですよ。で、えー、Y があもうね自分我が物のように使ってるという状況になりますがそうするとこの場合一定の要件を備えたら Y は土地の所有権を取得すると。で Y さんが土地所有権を取得しますよ当然 Y さんが所有者になるってことは、X、が所有権を失うんですが、えー、ここは X が所有権を失うにスポットを当てたのではなくて Y が土地所有権を取得するだからあ時効で取得するよっていう意味で取得事項と言っていきます。 でじゃあ,あ Y さんがこの要件を備えたら使ってるだけでは当然に Y さんは時効でこの土地を取得できるわけではないんですがではあどういった要件を備えたら Y がこの土地の所有者になることができるのかで言いますと。 まず一番で、えー、所有の意思を持って占有すること、えー、ということころなんですがこの所有の意思を持つというとこなんですがまああのね、えー、自己の土地自己所有の土地としてぐらいの意味でいいですよ。で苦しいことはまたね、えー、民法の講義がっつりね、えー、本格的に学習することになったらそこで学習します、えー、やりますので,で所有の意思を持ってもう自己所有の土地として誰かに借り,借りてるのとかではない、えー、自分の土地として使いますよと。 で、えー、この専用自主専用なんて言っていきますがこれはもう基本的には、えー、返すことを前提にした専用ではなくて、えー、所有者のように使ってるでもうそれで十分ですなので例えば借りてるとかであれば基本返すことを前提にしている専用ですよねそういった場合は自主専用とは言わないんですよ で、えー、ということでまずね我が物顔で、えー、自己所有の仏のように土地のように使ってますという状況さらには2番で平穏かつ公然に占有することですからまあ平穏穏やかに例えばもうぶんどって使い始めたわけでもないとでさらにはまあ公然に大っぴらにっていうとこですよね。 でえー、もう Y さんが我が物顔でもうね、えー、もうそこに誰かから奪ったとかではなくて YX から奪ったとかではなくてをちょうどいい空き地があるじゃねかえか、ー、そこに、えーね、資材をどっかり置いて使い始めたもうそれが大っぴらな状態ですと。でその状況で丸三番です。一定期間以上の占有継続とありますが時の々使ってると1年に1か月間だけ使ってるとか損じゃダメなんですね。 と、えー、ということで、えー、ずっと使い続けることこれが必要なんですがじゃあその使い続ける期間としてで10年または20年ってことになるんですがこの10年または20年えらい違いですよね。 ねえー、どういう期間なのかっていうとまず占有開始時つまり、y、がこの土地を使い始めた時点これでえ判断します使い始めた時点で善意無過失の場合この善意というのは法律的に言うと善意っていう何かを知らないこと。ねつまりこの何かを知らないっていうのは善意さんがまさかこの土地は自己所有の土地じゃないことを知らなかった。 で自分の土地だと思い込んでたっていうケースですよね。で、そして、えー、無過失、一切落ち度がないという状況です。で、そういった場合であれば10年間、10年間ずっと使い続けてると、例えば建物を建ててそこに住んでるだとか、もしくはもう資材置き場として常時そこに資材が置かれているという状況、これが10年間ずっと使い続けている。で。 その後それ以外は20年」とありますがこの「それ以外」っていうのは例えば Y さんは、えー、自分の土地じゃないということを知っていたで知っていたということを法律上は「悪意」というんですよ。なので 善意といいう何かを知らないことで、えー、悪意というのは何かを知っていることこれを意味するんですがあよって、えー、まあね自分の土地じゃないでもなんかここにちょうどいい土地があるから使っちまえというような形であればまあこれは悪意ですよね。そうすると「10年間使い続けたぐらいではダメなんですよと」と、えー「20年間ずっと使い続けることこれが必要です」で。さらに知らに知なかったけれども 落ち度があったつまり加湿がない全然加湿がゼロという場合を無加湿と言っていくんですがで、えー、ちょっと調べれば分かったんじゃないというようなケースであればあ善意だけれども加湿があったということになりますので、えー、よって知ってたもしくは知らなかったけれどもちょっと注意すれば分かったんじゃないというようなケースなんかにおいてはこの場合は20年間、えー、ずっと使い続けることが必要になります。 なので現実的に言うと10年間一切落ち度がなかった一切自分の,もの自分のものじゃないってことを知らなかったというケースはあまり多くはないんじゃないかなと思いますが。ということでまあだだどちらにせよ10年また20年ずっと使い続けることによって、えー、この土地は、y、の土地になるんですねということこれが時効という制度ですもちろんねこれ皆さんが、X、の立場だったら冗談じゃないって思いません ね、だって、えーねえー、自分は売ったわけでもない貸したわけでもないのにある日突然もうね、えー、あの自分が使ってなかったもう Y がここに土地をど、ね、資材どっかり置いてず,ずっと使い続けてたあっという間に10年20年経っちゃって、ねえー、Y さんに「この土地俺の土地だから」あねえー、と言われると冗談じゃないと思うでしょう。もちろんねそうなると X さんからしてみたら時々土地を見に行ってたりすればですね、えー、どいてくださいとこの占有継続これをもう資材どかしてもらって、えー、もう繊維を取り途切れさせることもできるわけですよね。という状況でただ X も何の手も打ってなかったという状況だったらもうしょうがないじゃんというところではあるわけですよ。 ですから所有者とはいえ何もせずにほったらかしておいたならば、まあ、それはある意味自己責任とまでは言わないけれどもいたし方ないいしななんじゃないというとうころですでさらにもう一つ別の制度で、えー、もう一つのところがですね、えー、2番で消滅事項というものになりますでこの消滅事項というものは一定期間権利持っててもほったらかしておいたら消えちゃいますよというのが消滅事項なんですが例えば。 B が A に借金を返済せず一定期間経過しましまたで例えば B さんはこれ矢印で貸金債権 α とありますが貸金債権貸した金返せという A の権利 A の権利があ債権人から人に対する請求権のことを債権と言っていくんですが A が B に貸した金返せっていう権利を持ってました。 でえー、それを、ねえー、A さんも,、ねえー、もう B さんにね返してくださいって言えばよかったのに、えー、お金回収できたのに、えー、そのまま A も B もずるずる放置していた B も借金返さずにずるずる返済できずにいたならば何年も経ってしまうとおこのアルファ、えー、借金が時効で消えてしまいますよと。 で、えー、時効で消滅するアルファ債権が時効で消えるから、えー、消滅時効ということになります。で じゃあこれ、えー、ずっとずるずる放置していた返済せずに一定期間経過じゃあこの一定期間がどのぐらいの期間なのかってとこなんですが先ほどの取得事項においてはずっと使い続けてる期間が10年または20年、えー、でしたけれども、えー、この債権の消滅事項に関しては、えー、今回改正があったんですけれどもでそこで、えー、三角括弧です表のところをご覧ください。再建の事項期間といたしましまては 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間ですから例えば支払い期日が到来すれば A は B に早く返してくださいって返還請求できたはずですよね。となるとこの場合には AB 間で返済期返済期日を定めていたならば、まあ、当然 A さんそのこと知ってますよね。 えけれどもそれをせずに A さんだって請求せずにずるずるほったらかしにしていたのであれば五年間ほったらかしとくと消えちゃうんですよというところになりますで、この場合知ってたのに行使しなかったんだから悪いよねということですで、この場合のことを主観的起算点という言い方をするんですが でえー、この場合 A さんがあそのことを知ってたのに行使しなかった、えー、主観的起算点、えー、から5年間ほったらかしておくと消えてしまいますで,でも債権の内容によっては具体的な返済期日を、えー、はっきり例えば何年何月何日のように定めてないケースもあるわけですよね。 そうすると、そういった場合は権利行使可能かどうかに関しては、えー、この場合は権利を行使することができる時から10年間、えー、となりますがでこれのことを「客観的起算点」つまり A さんが権利行使できることを知ってようと知っていないとこの10年間はスタートするんですってことなんですが、えー、これ「客観的起算点」なんて言っていくんですが。 例えばどういうものなのかと言いますとじゃあね A から B に対する貸金債権が具体的な支払い期日を定めていたんだったら丸1番と丸2番のスタート時点は同じ時期からカウントが始まります。 まあ例えば何年何月何日定めていたならばまあその何年何月何日の返済期が到来したならば A はそのこと契約時を知ってるはずですしそしてまた、えー、その何年何月何日の返済期が到来したならば A は支払い請求できるわけですから一番と二番は同じタイミングからカウントがスタートするはずなんですがで例えば こういったものものあります、えー。債権によっては例えば AB 間の契約によって、えー、契約の仕方によっては例えばまああのね、えー、到来することがわからない例えばある人が亡くなったらお支払いし,て、えー、しますよということを B が言ってた。 ある人が亡くなったらお返し,しますかららねと言ってたならばですよその人が亡くなった時点で支払い期日ということになるわけですがただその人が亡くなったことを A が知らなかったならばこの一番の到来を A さん自身が認識しないですよね。よって1番と2番 えー、ある人が亡くなったことを知らなかったとしてもでも少なくとも、えー、権利はあ支払い請求できるわけですから権利行使はできるわけですから、えー、A が知らなかったとしても丸2番自体はカウントが始まるわけです。ある人が亡くなったことを A が知らなかったら一番はスタートしないけれども二番はスタートするといった意味においてでこの場合に、が、ねえー よってまあね債権、えー、者が、えー、知,ってた知った時から5年間でも知らなかったとしても権利行使可能時から10年間、えー、これねスタートしますよというところになります。ですからまあ,あねどちらか到来したらもうね債権ァは消えてしまいますよというところになるわけです。 このよううにままああそうですね、えーまあ、スタート時点がず違ってきますけれどもまあ例えばもうあらかじめ返済期日を定めていたならば丸一丸に同じタイミングからスタートしますので、えー、返済期からずるずるたってて五年経った時点でアルファは消えてなくなるということになります。となるとまあ例えば皆さんがこれ、えー、じゃ A さんだったらどう思うでしょう まあ、例えばもう弁債支払いい期日を定めていた。でも、ね、そのことは A さんだって分かっていた、ね、けれどもなんかね B さんすごい生活に困ってそうだからなんかね請求するのも忍びないなとかわいそうなんじゃないかなと思って、えー、こっちとらよかれと思って言わなかったのに5年経った時点で「時効ですよと」と、ね「チャラだから」みたいなこと言われるとねえ。 せっかくのね,、えー、ねこっちの気遣いがというところになるかもしれませんけれどもまあちょっとそこはドライに考えていきましょうということでまあそこの時効の制度ねなんでそのような制度があるのか、えー、時効制度の,の存在理由何で時効という制度が存在するのか。 まあねえー、先ほど言ったように A さんからしてみたら B のことをもんばかって、ねえー、請求しなかったのに5年経ったった,時だった時点ではいチャラだからとか言われるとモヤモヤするかもしれませんけどもただやはりですね、えー、時効の、ね、時効という制度を作ったその存在理由としては一番で,で。まず 長期間継続した事実状態を尊重することにより法律関係の安定を図るというところなんですがで例えばねこれ、えーまあ、取得事項にも消滅事項にも言えることなんですけれども。 X 所有の土地を Y が長年ずっと使ってますよというところなんですがもうずっと使ってるんだったらもういいじゃんと今更もうトラブルになるようなことしなくても,もう10年20年使ってるんだったらもう Y 所有でいいじゃんとこういうところでもありますし。で そしてまたまあ今更もうね、えー、話をもうね紛争を蒸し返すのもねいかがなものかねっていうところではありますし更に特に丸二番ですよ。番番 権利の上に眠るものは保護に値しないとありますが、これもね、良、えー、かれと思ってとおおいう言いましたけれども、ただやはりね、権利行使可能なのにしなかった、お前寝てたんかということですよね。ですから、もう権利行使できたのにほったらかしていたならば、もうこれはああね、しかもね、一年とか二年じゃないわけですよ。えー、五年とか十年とか二十年スパンの話ですよね。ならばあ、保護に値しないというところです。で さっきの取得ででもそうですよね例えば x さんは、えー、10 20年年とか20年スパンの話です、えー、例えば田舎の方に何かね土地持ってたんだという状況で全然使ってない状況でも時々は見に行かないとこんなことになっちゃうんですよという話ですね。ということで、えー、ねほったらかしていたならばある意味ちょっとね権利を失っても自己打ち得じゃないですかっていう点です。 さらに括弧3番で長期間の経過により証拠が散逸し立証が困難とありますがでここね取得事項なり消滅事項なり、えー、何か揉めた場合にはもう最悪裁判ということになるわけですがで、えー、裁判になると、まあ、実際証拠によって、えー、まあ訴訟を追って進めていくんですけれどもただあ証拠による証明、えー、10年前20年前の話って証拠出してみって言ったって、えー、なかなかもう証拠も 残ってなかったりするわけですからもう証拠ないじゃんともう今更証拠もないのに阻止をしらしていくのもなかなか難しいしねとねえしかもあんたほったらかしといたならしょうがないでしょというところでもあるわけですでこのような趣旨から事項ということで権利を取得したりそして権利を失ったりという制度が存在しますというところですとなると 例えばね、えー、この消滅事項と取得事項の話なんですが、先ほど、X が一番の方ね、えー、土地を失うのは、えーねえー、Y がこの土地を取得事項という制度で、この土地は Y 所有になったから、もう Y が所有者になって、だったことは反,、えー、反対に X んこの土地の所有権を失います。で、これは、X の所有権が 消滅事項で消えたわけではなくてまずどちらの制度の話ですかって言うと y が取得事項という制度によってこの土地の所有者になりました、えー、y が取得事項によってこの土地を取得したからあーだから x は土地所有権を失うんですなので X さん X さん何であんたあそこの土地の所有者だったんじゃないのなん何であなた土地の所有権を失っちゃったのって言ったらいや取得時効という制度でね確かに私もほったらかしといたんだけれども、えー、取得時効という制度があって私はそれで土地所有権を失いましたということなんです。よって 2番の消滅事項権利行使せずほったらかしといたら5年また10年で消えちゃいますと言いましたけれども例えばじゃあ X さんが、えー、土地を持ってましたずっと更地の状態でほったらかしていました誰も使ってませんという状況があるならば5年10年20年30年ほったらかしといても X の土地が消滅事項で X の所有権が消えるわけではないんですよと。 いうことですなのでちょっと最初は難しく感じるかもしれませんがまず取得時効という制度と消滅時効という制度は全く別物なんだと。でそして所有権は消滅事項では消消滅ででえないんです他人が取得時効という制度で、えー、この土地の所有権をゲットしたことによって自分の所有権が失われることはあっても 取得時効という制度で所有権取得した結果私が所有権を失った。でも X が所有権を失った原因はあくまでも取得時効という制度であって消滅時効ではないという点。この点もお注意してください。所有権は消滅事項では消消滅でえないという点です。ずっとほったらかしといても他人が取得時効で土地をゲットしない限りはあね えー、この場合は消滅事項では消えないという点ですね。でさらに今度4番です「訴求項」とありますがこれは「遡る」ということなんですがでここで「時、え、効、ー、の効果としては時効の効力はその起散日に遡ると」この「起散日」というのが、えー、5年10年20年のカウントスタートの時期なんですが、えー、そこに遡るというところになります。 で、例えばですよ。まあ今の上の一、えー、番の取得事項であれば、まあね、えー、例えば Y さんは自分の土地だと知らなかっ、あ、ごめんなさい、あの自分の土地じゃないということを知ってた、失礼しました、知ってた、知ってたので、20年間ずっと使い続けることが必要ですよね。 全員昔経った10年ですが知ってたつまり自分の土地じゃないっていうことを知ってた悪意だった悪意のワインは二十年間ずっと使い続けていたならばこの場合もうワインさんの土地になるわけですがじゃあワインさんが所有者だとなるのは二十年経った時からですかというとそうじゃないんですね使い始めた時からです 有スタートつまり Y さんがここに大土地があるじゃんと、えー、ねちょうどいいやってことで、えー、どっかり使い始めた時からあこの土地はあ Y の土地になりますよ遡りますと遡るというのは訴求校なんですがでなぜこの訴求校なんて制度を認めているのかってことなんですがこれね例えばじゃあ えもう20年経った時点からあ X 所有ではなくて Y 所有の土地になりましたということだとじゃあ20年間ずっと使ってたあ例えば使用料相当分を X に払いなさいよみたいなことになってしまってまた新たなななトラブルを生んででしまうことにもなりかねねいですよ、ね、じゃあ,あ分かった20年間ほったらかしておいた俺も悪いよ。 えしかし20年間俺の土地をお前が使ってたっていう状況は残ってるんだから20年分の土地をを払えみたたいなななまた余計なトラブルを生むことになるんですよそもそも時効の制度趣旨っていうのはもう法律関係の安定を図るというための制度でもあるわけですからならばもうこの場合はえ、ねえー、もう20年前からずっと Y の土地だったとなると今更土地用料を払えって話にもならないわけですね。で 他にも、例えば消滅事項で言いますと、ではね、返済期日ええ、支払い時期から、もうね、えー、もうじゃあね、えー、具体的に何年何月何日を支払い時期と定めていた。でそこから5年間経ちました。まあ,あね、えー、そうすると、事項、ねえー、で、えー、アルファは消滅ということになりますが、本来は支払い、返済が遅れていたならば、 支払い遅れたことに対するペナルティとしてこれまあいわゆる延滞料みたいなもんですよね、えー、支払いが遅れたペナルティとして法律上遅延損害金という、えー、支払いが遅れてごめんねという損害賠償これを払わなきゃいけないんですよ本来はね延滞料これが支払わなきゃいけないでもそもそもさか、えー、るわけです 遡るってことはそもそも支払い遅れてるという状況もなく、もう、えー、ね、えー、もう遡って5年前に遡ってアルファ消えましたっていう状況になりますから、元々アルファなくなりましたという状況になるので、となるとその延滞料、すなわち支援損害金すら支払わなくてよくなるという意味なんです。これも法的安定を図るといった意味においてもやっぱり。 遡及効というねさか、えー、るという効果が認められてるんですよというものになります。ではさらに、えー、続きましてじゃあ、えー、5年10年20年経ったならば当然に、えー、この時効の効果が得られますかっていうと、えー、実は次のページで「えー、時効の援用」というものが必要になってきます。でこののの時効援用というのは 時効の利益を受ける旨の意思表示ということで、えーまあ、この意思表示というのが遠用ということなんですがで例えばですよ先ほどのまあ,あねえー、じゃあ消滅事項で言いましょうか消滅事項で言うと B さんは支払い期日からあ5年経ってる、まあ、支払い時期があるってことを B だって知ってる。ってな、あもうずるずると返さなきゃ返さなきゃと思いながらずる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 遅れてる。ねただ、やっぱり A にどうしても悪いから返済したいと B だって思ってると。といいた場合においてはもう 5年経っちゃったからみさん払ってはいけませんよとあなたもね時効という制度があるんだから、えー、5年経ったから払ってはいけませんということだとちょっとこれはやっぱりでも払いたいと思う人の意思を無視してますよね。よってそのような時効のメリットです。 えー、債権消滅だとか、えー、土地所有権が自分のものになるとそういったメリットを受けたいのであればその旨の意思表示としてそれを相手方に伝えましょうとですから、えー、5年経ってしめしめよっしゃ時効だと思うならばそのようなメリットが受けたければ自分で言いなさいということです受けたいと思わない、えー、よしとしないのであれば援用しなきゃいいわけですね じゃあ誰が援用できるのかといたしまして括弧1番で「援用権者」といたしましては当事者およびその証継人のほかこの証継人というのは当事者のもう相続人と思っていただいて結構です。よって、えー、例えばあ 父一人子一人だとするとお父さんが亡くなりましたお父さんが友人から借金していたただもうお父さんが支払わずにずっとずるずる5年以上経っちゃってるらしいとでその後お父さん何も会らずに亡くなったならばあ本来だったら父親が言うべきだった時効の援用ですという意思表示それを相続人が代わりにすることができるという意味です。当事者またたはそその相続人だったりでそれ以外でも その後消滅事項は権利の消滅により正当な利益を有するももの正当な利益を有するものはあね事項のメリットの意思表示をすることができますよっていうところなんですがではこの正当な利益の具体例も含めて2番以降で見ていきましょう。 でここで、ねえー、正当な利益を有するものの具体例としては当然債務者ね先ほどの A さん B さんで言いますともう B さんは例えばね人によってはですよ、えー、弁済支払期日からもう,おもうすぐ5年ですという状況の時に A から請求が来ないよっしゃよっしゃあと1週間あと5日あと3日指折り数えて待ってる人はいるかもしれないですね実際いますよ。 でえー、そうすると5年経った時点で「はい事故です!」って、えー、当事者言いに行くかもしれません。で、えー、債務者自身が言いに行くそしてまたあそのことお父さんが言わずに亡くなったら相続人が言いに行くで、えー、当事者は当然言えます。でもじゃあ例えばね今の AB の話で言いますと B さんはもうあっちこっちから借金抱えてるまあいわば借金まみれの状態です。そういった状態で B の友人 例えば B の友人の、ねえー、じゃあ X さんにしましょうか B の友人 X さんが「もうあの人いっぱい借金抱えて見ていられない状態です」と「でえー、もうあの人かわいそうだからあ友人 X として代わりに引用しに来ました」と認,認められますかっていうとまあね、えー、かわいそうだからそれはさすがに「あなたはアルファ債権の消滅について正当な利益はないでしょ」と。 目見てみ見て見られないレベルだと、これ正当な利益とは言えないんですよね。やはり法的な利害関係があるかというと、まあないだろうというところではあるわけです。よ。よって友人だとか。まあ、これは正当な利益なしと言えます。では、具体的にどういうものなのか。 えー、この辺り、まあ、条文上ありますのが例えば保証人とか連帯保証人ね保証とか連帯保証がどういったものなのかで民法学習始めてという方でも実際もうね、えー、民法の講義の中でまたゼロから学習していきますので今日のところはざっくりそんなもんかなんで結構ですよ。まず借金した当事者は B さんです、ねええー、B さんが、えーねえー、例えば支払い期日から5年経ちました。B が言わなかったとしても B の借金の保証人となっていた C さん。C さんは、アルワが消えてくれれば、自分だって保証人の責任から解放されるわけですよね。で、そして連帯保証人。とりあえず今日のところは保証人と連帯保証人の違いは意識しなくて結構です。で、えそこの違いはまた実際学習スタートしたら民法の講義の中でやっていきますので、少なくとも他人の借金の保証人だったり連帯保証人になった場合には、 アルファが消えてくれれば C だってその保証人としての責任から解放されるわけですからアルファが消滅してくれればこれほど嬉しいことはない正当な利益ありという評価で C はアルファの消滅について、えー、ね、えー、この場合はもう五年経ってますから援用、えー、させていただきますと B が言わなくても C が援用できるとさらに丸三番 物上保証人とか第三取得者とありますがでこの物上保証人第三取得者あーどういうケースかっていうと、えー、これ抵当権というとこなんですがこの低当権というのも、えー、また民法学習始まったらちゃんと学習していきますがまあ簡単に言うと万が一 B がアルファ借金返せなくなった時に、えー、この土地を担保に取っておく。 土地に定当権という担保をつけておけ,がけば万が一 B さん借金返せなかった時にはこの土地売っ払って売代金から A はアルファを回収できるよ定にしとい,たんです定権というね、えー、担保をこの土地につけておきましたちなみにこの担保、えー、定当権を自分の土地につけたこの担保を提供したのが 債務者者じゃない別人の第三者デさんんだったんですね他人の借金のために自分の土地に担保をつけてあげたまあねえー、すごい人に見えますねえー、まあ物情保証人とかねもしくは例えば。 もともとはこの土地は B 所有の土地だった B は自分の土地に A の定当権という担保をつけたんだけれどもただ自分で使ってないだとかでこの土地を買いたいと言ってくれる人がいたから、えー、定当権がついてる他人の借金の担保に入ってる状態でこの土地を売却した。 でこの売却により土地を取得した人のことを第三取得者と言います。抵当権がくっついている土地を購入した後から買った人これを「第三取得者」なんて言っていくんですがそうするとこの場合物上保証人だととか第三取得者、少ななくとも自分の借金じゃないわけです。けれどもあるまが消えてくれればこの担保から解放されるわけですよね。 よよってこのような、D、さん、えー、自分の土地に A の定等権をの消したいアルファがあるからこそ定等権がくっついてる。でもアルファを担保するための定等権だからアルファがなくなってくれれば自分の土地上の定等権も責任から解放されるということになりますから B 自身が「えんよです」って言わなかったとしても「D がアルファはえんよです」と言えちゃうんですね。 これだって自分の土地や抵当権から解放されるという意味で、えー、正当な利益ありと言えるわけです。でこれに対してその下「コンファーで」でこの「コンファー」ってですね、えー、比較とか参照という意味なんですが、えー、これ「他の一般債権者援用不可」かっこ原則と書いてありますが例えばどういうことなのかと言いますと で、えー、例えば、まあ、今回アルファの消滅事項に関する話ね例えばアルファがじゃあ100万円にしましょうかアルファが100万円ですでそして B は A 以外の E からも借金していたんですよ。A から100万円そして E からもベータで100万円の借金がありました合計200万円の借金を抱えていました。ここで B のもとには例えばじゃあ100万円の現金がありますという状況の時にですよじゃあはたから見たら E がアルファはもう支払い時期も弁済期からもう5年経ってるとえあれもう時効で消えるはずじゃねえかということになると E の立場からしてみたら アルファが消えてくれれば B のもとにある100万円は自分のベータの弁済に全額つぎ込んでもらえると考えて、えー、もう是非ともアルファは消えて欲しい。もしアルファとベータ両方残ってるのであればもうアルファに50万払ってベータに50万支払うと半分ずつだと E は全額回収できないじゃんというふうに考えて。E、は、えー 是非ともアルファに消えてほしいからアルファ5年経ってますからあはいアルファ消滅ですということを E が言えるか B が言わなかった時に E 自身が言えるかなんか一見アルファ消滅について E だって正当な利益ありそうに思いますよね。だってアルファが消えてくれれば E はタ1 0 0万円全額回収できるわけですよ。 でも判例は単なるこのような E さんはあ少なくともアルファ消滅について正当な利益は有しないとを言ったんです。よってアルファ消滅について、えー、例えば保証人だったり物上保証人のような、えー、何かあね、えー、直接の法的な利害関係がないとを言ったんですね。よって この一般債権者まあ無担保の債権者 B に対する他の債権者って意味ですよ。で、えー、こういうような人たちはあ残念ながらアルファ消滅について、えー、消えてるよということを E は言えないです。もちろん、B、自身が言えば あるフが消えますから B の元にある百万円や E に全額支払いに当てることができるかもしれませんけれども、えー、それは E は首を突っ込めない話なんですよって、えー、先ほど言った、えー、債務者 B の友人だったり E は言えないですね正当な利益なし、えー、B にお金を貸している他の債権者も基本的には消滅事項の援用はできないという格好ですでは この円用なんですけれども、えー、先ほどね、えー、時効のメリット、債務消滅だとか権利を取得するというメリット、その意思表示、えー、これ円用と言いました。これは時効のメリットを主張しますということを相手方に伝えれば良いだけなので、えー、まあ あ例えば、まあね、AB 再券なんかであれば、B から A に対して、電話一本かけて、待ってましたと言わんばかりに、えー、支払い期日からもう5年経ちましたね。えー、5年経ったので、遠用させていただきますということで、えー、電話一本かければ、もしくは口頭で言うならば、あそれは相手方に伝わります、えー、けれども、まあ口頭でも文書でも構わないんですが、ただ実際は、後で言った言わないのトラブルになることを防ぐという意味においては、まあ、ベストな ののは例えばその内容証明郵便を送っておくだとかね、えー、何か証拠が残る形で援用する方があね、えー、後々言った言わない的なトラブルにならずに済むんじゃないかなというところではありましょう。ということで、まあ、相手方にメリットをね事項によって債務消滅です権利取得しましたということを伝えるということが必要になります。ならば この遠洋の効力といたしまして、えー、まあ効力としては訴求効えー、時効の効力は訴求効と言いましたが、さらなるこの効果として、ちょっと別の観点で言いますと、これね、相対的な効力であるなんて言っていくんですがで、この相対的な効力というのはどういうことなのかと言いますと、ね 用した人とその相手方例えば債権の消滅事項なんかであれば債権者との関係だけの話なんですということで例えば遠嚥権者が2人以上いる場合そのうちの1人が嚥嚥した時その効力は他の遠嚥権者に及ばないというところこれがどういう意味なのかと言いますと先ほどの「 保証人の話で見考えましょうか。例えば、アルファが弁済期、支払い期日、具体的な支払い期日を定めていて、でそれが過ぎました。B 自身が援用しなくても、C が援用できると言いましたね。これが、えー、その図のすぐ下。C はアルファ債権について、B が援用しなくても、アルファ消滅事項の援用ができましたね。これは保証人は。 えー、正当な利益を有するからでしたではこの時 C との関係でアルファが消滅するだけで B との関係ではアルファ債権は依然として存続ということなんですがこれもどういう意味かというとそもそもね時効というメリットを受けるかどうかっていうのはあ、ねえー、まあね、えー、5年過ぎちゃったけれども。 B 自身がいや A に悪いからなんとか頑張って払いたいと思ってるというのであれば遠は義務じゃななかっったたたでですね。しししければしなさいだったでしょ。そのメリットを受けたければ時効、えー、のメリットの意思表示を相手方に口頭ないしや文書で伝えなさいということを言いました。ならば B 自身がそのメリットを受けるということを伝えていなかった。 でも C だってアルファ消滅について利害関係あるわけですよ。えー、C が A に時効消滅消滅時効ですということアルファ消滅ですということを伝えただらばあくまでも、C、は解放ししてあげましょうでも B は払いたいと思うのであれば B 自身は援用していないので B との関係ではアルファ債権は依然として存続します。 つまり、えー、保証人はいなくなったけれども、えー、B さん自身はアルファ残ってますからあ A にアルファを返済することはできるんですね。でこれがあくまでもそのメリットを受けたい人がいえばあそのメリットを享受できる、えー、相対的な効力と。 いうことで、えー、C が延用したらあー B さんもうアルファ消えましたから B さんあなたお金払っちゃいけませんよということではないわけですこれが相対項という言葉の意味ですでは続きまして今度 まああの今回ね、時効、まあ、民法改正によって、えー、まあ特に時効消滅時効のところが結構ガラッと変わったところではあるんですが、まあ、取得時効にもね一定程度のもちろん影響はあるわけですが大きく変わったのが消滅時効というところではあります。ということでとりあえず、まああのね、両方にも影響するものといたしまして。 えー、時効の更新と完成猶予というところなんですがちなみに今回、えー、時効、まあ、民法改正によって用語があガラッと変わりました今回初めて民法を学習されるという方はあこのね、えー、中断とか停止という言葉は無視してもらって構いませんが。 ねえーねえー、今回時効、えーねえー、以前は旧民法、えー、2020年の3月31日まで使われる民法だと、えー、この更新という言葉は、えー、中断と言っています、えー。完成猶予というのは停止と言っていますがまあちょっと簡単に言うとこの中断つまり現あの改正民法でいう、ねえー、更新、えー、というのはまあ 簡単に言うとリセットですで先ほど5年10年20年の期間のカウントありましたね、えー、そのカウントがリセットされる、えー、1年2年3年とたってるカウントが振り出しに戻る0になるカウント0になることを更新と言っていきますリセットですそして完成猶予というのはまあ一時停止ですまあつまりカウントストップです 旧民法だと、まあ、時効の停止という制度があったんですが。ということでかな,りかなりこの辺り、えー、ガラッと変わったとこではあるんですがでは1番です時効の進行中にそれを覆すような事情が発生した場合にそれまで経過した期間を全く無意味にすること。 全く無意味にすることっていうのが、えー、期間のカウントを振り出しに戻すつまりリセットですね。リセット例えば アルワン債権の消滅時効、えー、5年で時効が完成します。えー、5年経ったら延用ですと言えば消えるはずだったのに債権者が4年目ぐらいで気づいて、えー、この時効の更新と言える措置を取りました。せっかく4年経って残り1年だったのにという場合でもカウントゼロに戻るんですね。 まあただゼロに戻ってもまたそこから1年2年というカウントが始まるわけですが少なくとも振り出しに戻るこれが更新ですこれに対して2番時効の完成猶予まあ、これは期間のカウント一時停止ストップですね、えー、ストップ これが完成猶予というもので、えー、時効完成時点において、えー、時効更新措置を取ることが困難な場合に、えー、つまり時効完成時点で、えーまあ、完成まあ完成間際ですよね、えー、そういった場合に、えーね、時効の完成時効の完成というのは時効期間の経過です、えー、5年10年経つ前に20年経つ前に一定期間猶予するカウントストップです。 ですからリセットとストップということになりますがそこね今回このあたりかなり細かく変わったんですが完成猶予と更新自由というものでいくつか,か123456と掲げております。 で今回は、まあ、ちょっと時間の都合もありますので、えー、これ民法の講義の中ではちゃんと、えーまあ、あの全部説明していきますけれども、まあ、実際テキストなんかにもお、ねえー、全部載っかっていますもうちょっと詳細に載っかっておりますが、まあ、あのテキストですねあの結構文章中心でこの部分書いてあったりしますのであの私のクラスもねクラスの専用の「えー、講義ノート」というね佐々木クラスオリジナルの、えーまあ、レジュメ、えー の方で、えー、こういったちょっとうまく図表だとかを多用しながら、えー、知識を整理していくっていうことは行っていきますが例えばまあね、えー、イメージ的には一旦一時停止をしてからそしてリセットになるものもあれば一時停止だけのものもありますよもしくはもういきなりリセットというものもあるんですということで完成猶予 一時停止、あ、完成猶予が、まあ、ストップね。そして、更新リセット。一旦ストップしてから、リセットするもの。もあります。いきなり、リセットのものあります。一時停止、ストップだけのものもあります。これらを、まあ、実際全部は講義の中でやっていきますが。今日のところは。括弧一番と括弧六番、えー、だけを学習していきます。 でえー、ただ1番とか6番も、えー、全部詳細に解説する、まあ、今回1時間で分かる民法というところなので、えー、ちょっとね、えー、詳細はあまた実際学習スタートしてから、まあ、楽しみにしていただきたいんですがまず裁判上の請求等のところで見ていきましょう。でこの裁判上の請求に関して言うとちょっと次のページで見ていきましょう。裁判上の請求ねこれ2パターンあるんですが。 まず裁判上の請求例えば A が B にお金貸してます先ほどから出てきている貸金債券アルファです。でここで例えばまあね、えー、A さんは先ほど時効の制度趣旨で出てきたように権利の上に眠るものは保護に値しないんでしょほったらかしといたら5年経っちゃえたら消えますよならば例えば支払い期日から例えばじゃあ3年目ぐらいで もももう言っても言っっってててさんん。払くれませんでここで言っても言ってもよくね、えー、もう支払い期日過ぎてる場合には「いい加減払ってくださいよ」とかいう感じでね、えー、もうあの電話かけるなりメール送るなりして、ねえー、そこで支払い請求するってこともまあ普通にありますよね。ただ単なる請求ではダメなんですよ。 裁判上の請求ということで、えー、訴え提起をしましょうということなんですが、ここで A が B を被告として、アルファ債権支払い請求訴訟を提起するというところで、支払い請求訴訟を提起する訴えを提起するときには、裁判所に、えー、訴状という書面を提出するんですよ。 裁判所に A が B を訴える時には A から B にいきなり訴状を送るのではなくて A が裁判所に訴状これを、えー、提出します。そうすると、えー、訴状という書面を裁判所に出した段階でこの段階で一応 A からしてみたら動いたわけでしょ。 眠ってたわわけけじゃないわけですね動いたことが明らかなのでアルファ債権の消滅事項について一旦カウントトがストップします動いたんだったらカウントストップしますね。えー、ってことで、えー、まあ例えば5年間の時効期間でも、えー、3年目で動いたんだったらそこで一旦3年の状態で針が止まります。でただね その後、まあね、A さんが訴訟を進めて、頑張って A 勝訴で確定しました。で、A 勝訴で確定したということは、まあ A さんがあね、思い通りの判決を勝ち取った。B に対して、あなた A さんにアルワーサイム払ってないじゃないですか。お金払いなさいという判決が出ました。そして確定という言葉なんですが、これは 内容の最終決着という状態なんですよでこれも詳しくはまた民事いい訴訟法だとかで学習しますし、えー、もっと言うと私全体構造だとかでもこの訴訟の話はお話をしておりますが例えばね A が B に訴え提起をいたしました。そうすると まあねえー、第一審、えーまあ、日本って三審制って聞いたことあると思うんですがあ第一審東京地裁で始まりました訴えて寄与しました B だってまあね思うところはあるいろいろ戦ったあ、ねえー、例えばですよ B だって確かにあんたからお金借りたけれどももしかしたらですよ B の認識したらお金返したと思ってるのに今更になって A から訴え提起された、えー、金払え金払えって言ってるけれども B の認識したら返したつもりなんだけどなと。ということで、えー、B さんは一生懸命裁判戦いましたけれどもただ有力な証拠は出せずに、えー、返済したことの証拠は出せずに負けちゃった納得いかねええー、徹底的に戦いますって B さんが控訴した。場合によっては コン訴審やってる最中で A からの領収書だったりとか、えー、弁済を証明する書類証拠があ出てきた。でそれを出したら場合によってはコン訴審で B 3逆転で勝てるっていう可能性もなくはないですよね。そうすると第一審で判決が出てもコン訴したら。 ひっくり返る可能性もあるわけですからとなるとまだまだあ、ね、最終決着とは言えないんですよ。よって第一審判決が A さん勝訴だったとしてもまだまだ控訴審とか続くんだったらあ確定とは言わないんですひっくり返る可能性がありますから。けれども例えばあ B さんも 第一審判決が出てまあ確かにそうだよねと。うん。返してねえもんと。ねえまあ負け,、まあ、負,け負けちゃったかと。そうそうですね返してないわけです。となるとそこでまあ控訴したところでどうせ負けるよなと思えばもう、まあ、そのまま2週間え第一審判決が出て2週間経ったらそこで確定と最終決着です。あとになって蒸し返すことはもはやできなくなった状態これを控訴と言っていきます。そうすると 第1審、まあねえー、判決が出ました B さんが控訴したならば判決が出ても確定はしていないのでまだまだストップの状態です。けれども「えーねえー、控訴しななかった最終決着ででですすすととというここになりますとそこで、えー、リセットですアルファ債権の消滅事項の更新」ということで更新ってことはリセットですね振り出しに戻るんです。 ま旧文法で言うと中断という言葉でしたけれどもリセットです。ただ裁判ってですね、訴え提起をしたならば必ず判決で終わるかっていうと、そうでもないんですよ。例えば丸にパターンで言いますと、A さんは訴え提起をしてみたけれども、場合によっては訴 訴えを取り下げるという形で判決じゃない形で終わることも珍しくないんですよ結構あります訴えを取り下げましたで、そうすると取り下げた、えー、ならば まあ、あとは、例えば、訴え提起をしてみたけれども、裁判所に、これもう訴訟できませんよというような形で、裁判所の側から、まあ、場合によっては却下されるということもあるんですが、少なくとも、まあね、訴訟が、裁判が途中で終了してしまうこともあります。となると、まあ、取り下げたとかによって裁判が途中で終了してしまった。判決によらない状態で終了してしまった。取り下げの場合には、 取り下げから6ヶ月間は時効は完成しないつまり、えー、取り下げからまだ6ヶ月間はカウントの針は止まったままなんですね。ですから取り下げた時点からまた針が動き出すわけではなくて、えー、6ヶ月は依然として針止まったまま。ですからこの6ヶ月間に取り下げてから6ヶ月間に、えー、先ほど リセットの自由だとかほ、ねえー、他にもいろいろあるって言いましたね。となると別の手を打てばあリセットの可能性はなくもないので少なくとも、えー、取り下げにはもしかしたら何かの事情があるのかもしれない、えー、取り下げて、えー、他の準備期間もあるでしょうから他で手,が手を打つことが必要な場合には準備期間もあるでしょうから6か月間はリセットはしないですと。 ってことでこれをまとめたのがあ前のページの表で訴え提起がなされたとしてもまず行方がまだ分かんないんですね訴え提起をした段階では行方が分かんないですからスタートから権利確定で終了訴え提起をしました A さん勝訴で確定で裁判が終わりました。ならば 訴え提起をした段階だと一時停止ストップだったけれども終了したらリセット更新リセットですこの段階でカウントが0に戻りますよ。でも丸2番で、えー「訴訟が開始しました訴え提起をしました、えー」その時点で一旦ストップになるけれども「えー、権利未確定で終了しました」。終了から6ヶ月までは 一時停止ののままままストップのままですとというところですですすから、まあ、少なくともその6か月以内に何かをしなければあまた時計の針は動き出すというところになります。でこのように、まあえー、一旦ストップそれを経てからのリセットというものもあれば。 ものによってはあねえー、カ括弧3番とか括弧四4番とか括弧五5番なんかにおいてはストップだけの効果のものもあります、えー、リセットまではいかないものもあります。さらに、6番、承認、いきなりリセットというものがありますがこの承認が何なのか見てみましょう。えー、次のページですね。エグザンプル6番、承認です。 例えば、時効の利益を受けるものが、時効の利益を受けるもので言うと、えー、例えば、債権の消滅時効であれば、債務者ね、えー、これが、権利の不存在、えーまあ、取得時効の場合、えー、または権利の存在、消滅時効の場合、それを権利者に対して表示する行為といたしまして、例えば、B が A にアルファの存在を認める。これが、 証人なんです。よって、アルファ債権の消滅時効につき、ええー、時効の更新、つまりカウントがリセットです。例えば、弁済期から。 3年経った時点でもう3年の針は進んでるんんでです半3年の針進んでてあと2年で時効、えーね、完成ですという状況なんだけれども B が A に対して「そうなんだよ」「たまたまばったり会った」「そうなんだよごめんちょっとね分かってる返すから待っててね」と言ったら自分の債務を認めてるってことになりますね。黙ってるよかってかたのにえー、ね、えー、3年経った時点で「分かった分かってるから」と言ったら。 カウントは針がゼロに戻ってしまいますよというところです。よって、まあ,あね、えー、そうするともう一時停止でも何でもなく、う今までの三年間がゼフリ出しに戻るという格好です。他にもこれ取得事項でもそういったことがあるんですが、例えば先ほどね、一、えー、ページの冒頭でやりましたように。 x 所有の土地を y が使ってますよという状況で例えば X さんはもう土地をほったらかしといたで、あのー、まあたまにあるのが例えばね相続、えー、で田舎の方の土地を取得したで実際その田舎の方には全然行ってないから、えー、ねあのー、でしかもちょっとね田舎の方の土地なんでちょっと売ることもどうかなと思って先祖代の土地だからあも,ううううもう何もせずにずっとほったらかしといた。で しばらくぶりに行ってみたらなんか資材とかがどっかに置いてるわけですよ。おかしいなあの、ね、誰かに貸した覚えもないのにっていろいろ聞いてみたら、えー、その辺、えー、いる、ね、この資材ってさって近くにいる人に聞いてみたら Y さんがあ、ねえー、そこでですよ あのねえー、まあねそのままずるずる使っちゃってたわけですよ、まあ、ちょっと最初はね、えー、そこに資材を置いててちょっと使ってた、ねえー、それが例えば15年目ぐらいでですよ X さんがたまたま訪れてで、えー、まあ Y も知らない、えー、もうね自分のちじゃないことを知りながら使ってたでも誰からも何も言われてない本当は許されたことじゃないけれどもお Y がそこでああ あなたが所有者でしたか。ごめんなさいね。使わせてもらってますみたいな。分かってますよということを認めた時点で今までの15年パーです。残り5年間使い続けてれば、ああね、えー、Y の土地になったのに承認したら15年間の今までのカウントは承認でリセットです。よって、 でえー、取得時効の場合はあ、ね、権利の不存在分かってます私の土地じゃないんですよねということを言ったあまたは権利の存在、ね、消滅時効の場合 α を認めてます分かってますよと払いますからねとか言った場合にはあ今までのカウントが振り出しに戻るという格好になります。 でこのようにまあ実行という制度、あの実際の講義ではであの結構使用書試験、えー、まああの実行は細かく学習していきます。えー、民法の中でもあのちょいちょい出るところではあるので、であのここはもうね、えー、改正点含めてかなりがっつり、えー、講義の中でも学習していく感じになります。で、えー、テキスト、ま、え、あ、ー、ブレイクスルーテキストないしはあとは佐々木クラスオリジナルの、えー、こういった講義ノート図表タとかを対応し ながら、えー、結構具体的事案、えー、これをもとに、えー、お話ししていく感じになりますのでであのー、ね、えー、実際の講義だとかもまあ、このようにあのねテキストに書いてあることこれを具体例に置き換えながらあ理解をして進めていくということが、えー、司法書士試験民法最重要科目になっておりますので、えー、学習士としては大事なスタンスとなっていきます。で ぜひですね。あのまあ今回ね、えー、民法初めてです。という方にとってみると、あの時効ちょっと難しかったなという感じる分野だと思いますえー。元々民法全体の中でも実行はちょっと難しい分野ではあるんですね。 えただ、あのーねえー、講義の中ではもうちょっと図表、ね、を交えて前提知識も含めて、えー、学習していきますので、えー、ぜひ皆さんのチャレンジをお待ちしております。で他にも今回ね、えー、私以外にもレック仙人講師が、まあ、民法の別の範囲ですね、えー、これをいくつかピックアップして、えー、担当している動画もございますので、えー、ぜひそちらもご覧ください。そしししててまたたた書試験にチャレンジしてみいいなと思われる方いらしたらあぜひ、えーねあの確保 本校で実施している説明会だとか、ああまあそういったところにね、あのいらしていただきたいかなと思います。で、あの池袋、私に担当してくれる,る生クラス池袋の方なんですが、池袋の方では電話での受講相談も受け止まっておりますので、えぜひよければお越しください。それでは皆さんの使用者試験のチャレンジお待ちしております。本日はあお疲れ様でした。